皆さんこんにちは。TRA チャンネル、タロットリーダー協会の古川美代です。今回はゆっくりバーチャルタロットリーディング。どうぞゆっくりしてってね。今回使うのは一番ポピュラーと言われているライダーウェイト版のタロットカードを使うよ。今回は新年度を迎えるにあたり、しておくと良いことをカードに聞いてみましょう。10枚の中から1枚選んでね。何番のカードが気になりますか？選べましたか？それでは1枚ずつリーディングしていくよ。1番を選んだあなた、ザワールド、世界です。必要なものが揃っているかきちんと確認してみよう。事前準備も含めて足りないものがないようにしてね。2番を選んだあなた、ザマジシャン、魔術師です。段取りよくスタートできるように計画を立てよう。ダイヤ改正もチェックしてスケジュールを組み立ててね。3番を選んだあなた、ザさん、太陽です。パワースポットを探そう。そこに行くと笑顔になれるようなお気に入りの場所を見つけておいてね。4番を選んだあなた、ザ、エンプレス、女帝です。今のうちに何かしておかなくてはと思わなくていいよ。穏やかな気持ちでゆったり過ごせる時間を大切にね。5番を選んだあなた、ザ、スター、星です。新年度に向けての抱負や目標をはっきり明確にさせよう。なりたい姿を具体的に思い描いてみてね。6番を選んだあなた、ザ、ハイエロファント、鳳凰です。新しい環境でのルールや習慣を把握しておくといいみたいだよ。聞ける人がいるなら教えてもらってね。7番を選んだあなた、です、死神です。断捨離してスッキリしておこう。もう必要のないものはこの機会に思い切って処分していってね。8番を選んだあなた、ラバーズ、恋人です。お世話になった方にも、これからお世話になる方にも、きちんとご挨拶をしておこう。感じよくね。9番を選んだあなた、ザ・ハーミット、忍者です。自分自身を見つめ直す時間を持とう。今後進む方向について、自分なりの答えを出しておくといいよ。10番を選んだあなた、ザ・チャリオット、戦車です。全集中でスタートダッシュだよ。今からできることがあるなら、新年度を待たずに始めちゃってね。いかがでしたか？今回のリーディングから、少しでもヒントになることがあるなぁと思っていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまたね。タロットリーダー協会は、占いは幸せになるツールと考え、社会に貢献し、世の中に幸せな人を増やすことを、理念として活動しております。チャンネル登録お願いします。